北斗市白州町、旧甲州街道を進んでいくと農場直営のキノコ専門店がある。ここでは神奈川から移住した水谷さん夫婦が栽培したさまざまなキノコを販売している。キノコ栽培を始めたきっかけって何だったんですか？はい、いろんな菌があって植える菌で季節ごとにいろんなのができるっていうのが結構面白いなって。魅力的ですね。あと美味しいし。どんなキノコが今は取れるんですか？今冬の時期もう本当寒い時には椎茸とあとなめことっていう形で。はい、他の時期だとどんなものを栽培してるんですか？そうですね、ちょっとピンク色のヒラタケっていう可愛いキノコがあって、ピンク色ですか？そうなんです。こんなか。わあすごい。なんかお花みたいな華やかな色。レストランとかでもよく使われるキノコなんです。すごい。味もいいし。ハウスからキノコを持ってきました。すごい。見てください。椎茸こうやって作ってるんですか？そうですね、こういう感じでなってます。じゃあせっかくなんで収穫してみてください。収穫していいんですか？どういう風にやったらいいですか？横にちょっと転がすぐらいな感じで。あ、ポキって今言いました。どうかな？あ、取れました。いや、肉厚でどっしりとした椎茸ですね。せっかく取ったんで食べてってください。ありがとうございます。いただきます。うん、すごくしっとりしてて、でも肉厚でちょろっとこうね入っていくんですけど、美味しいですね。なんかキノコの概念が変わるぐらい美味しかったです。ありがとうございますね。近くが農場なので、はい、もしよければ農場でキノコを見てってください。ぜひ。こちらが補助になります。わー、結構お水をたっぷりあげるんですね。そうですね、白州の美味しい水をたっぷりかけてます。この出なくなった、菌床は地域の方々に配ってます。畑の土壌改良として有効に活用することができます。こう循環するっていうことが、地域にとってもすごく面白い取り組みなんじゃないかと思って、そういう活動をしています。県からのお願いです。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。引き続き感染症対策の徹底をお願いします。